久しぶりです、滝さん。封じ部のおさよ、今は先を急がせてほしい。モード卓用の恐ろしさ、お前もよく承知のはず。メッキ丸は使いこなせそうですか？お前までそのようなことを言うのか。勘違いをしないでください。メッキ丸は必要です。だがそれは乱心した時を撃つため。お前は浦部衆だったのか？その通りです。狩猟の過ちを正すことこそ浦部衆の務め。しかし今の浦部衆の長に時を倒せるほどの強さはない。それゆえメッキ丸が必要なのです。メッキ丸は言霊を込めることで短時間ならば制御できる。刀を渡せとは言いません。時を打つためにあなたの力を貸してくれませんか？すでに里を抜けた身、抜け人の宿命は一つ。道理ですね。ならば分かっているでしょう。里を抜けて命があったもののかつて独り立ちないことを。よくぞその刀を使いこなしたものだ。やはり封じ目の長には私よりあなたが収まるべきでした。時の始末はあなたに委ねたい。時は滝さんにとっての恩師。あなたの心境は察します。しかしそれでも時を撃ってください。抜け人を見逃すのか？それが浦部の務めを果たすためなれば、あなたが動きやすいよう風魔の里の追っ手も私が抑えましょう。そしてこれをあなたに託します。これは蘭奢待。あの神器を秘めているという香木か？妖魔を封ずるのならばこれ以上の触媒はないでしょう。感謝はする。だが私はなすべきことをなす。それだけだ。ええ、もはや会うこともないでしょう。さらば手記。